ですよ、本当に。ガラ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 。そうです、私神戸が出身で、はい、中学生の頃までずっと神戸住んでて、はい、で、それからドイツに行きました。あ、13歳までかな、はい、ずっと関西にずっと住んでます。喋るね。でもみんな関西弁の人がおらへんから、あの今ずっと標準語で喋ってるの。あ、そうなんですね。です。ネイティブ関西人から言わせたら私エセ関西弁に聞こえるらしくて、あのアンミカさんが、はい、アンミカさんがまゆちゃんって全然関西人ずっとエセ関西弁に聞こえるねんけどすごい言われるんですけど、あのちゃんと神戸関西人ですよ私も。でもなんかちょっとね変みたい。はい、帰国子女ですって言って、ちょっと日本語が、敬語がちょっと下手な子っていう風に、あの捉えてもらえたら嬉しいなと思いつつも、だからといって英語、ドイツ語が、あの日本語以上にうまいか言われても違います。これが最大限の私の言語力なんです。でもやはり私の言語はバイオリンかなっていうところもあって、だからもうね、あの言葉はいらない。素晴らしい。今より多忙でした。はい、お稽古事をすごいたくさんしていて、うん、3歳半からバイオリンを始めてピアノとか、はい、あとソルフェージュっていうか、はい、いろんな、まあ、音を、まあ、作曲の仕方を学んだりとか、まあ、いろいろソルフェージュっていうものがあって、あとはクラシックバレエだったりとか、まあ、なんか塾とかも行ったりとかして、うん、もう週5、6はお稽古事行ってたので、うん、毎日今よりも多忙で、それでまあ練習もしなきゃいけないとなると、もうなんか幼少時代にいっぱい遊んだ記憶っていうのがあんまりないですね、今から考えたら。でもだから今やっと数年、5年ぐらい前からかな、初めてバイオリンなしで新幹線乗ったりとか、そうしますすることになってます。だから結構幼少時代はバイオリン一筋ではなかったけれど、でもなんかいろんなことで忙しかったなーっていう記憶ですね。学校とかも、もう学校も全然、もう小学校2年生ぐらいまでしか記憶がないんです。小2くらいまでしか、そうだから掛け算ぐらいまでしか、あの授業も覚えてないというか、割り算ぐらいからはちょっと記憶がないんですよ。あのでも本当一つ言っておくと、掛け算は得意で、あの掛け算まではいい点数、でもそこからちょっともう学校から離れちゃったっていうのが記憶にございませんっていうのが現状です。あ、始めた時から、うん、バイオリストになりたいなってすごくずっと思っていて、何かこう、きっかけがあってバイオリンに目覚めたわけでもなくて、本当にピアノとかバレエとかいろんなことを始めた中でも、やっぱりバイオリンっていう何に惹かれたのか分からないけど、本当に感覚的に私バイオリストになりたいっていうか、なんかなぜか今よりも3歳とかね、幼稚園の頃の私の方が自信があったかもしれないし、自分にそれでどんだけ難しいことかとか険しい道とか分かってなくても絶対バイオリストになれると思ってずっとやってきたっていうところがあります。やっと小学生の頃かな、あ、難しいなって思って、それまでは本当にずっとバイオリストになるんだと思ってました。母がピアノやってまして、ピアノの先生で、で父はあの音楽が好きで、あのすごい母以上と言えるほど、もう CD いっぱいも持っていて、もうずっと家でクラシックかけてる人なんですけども、でも何も楽器を触ることはなく、もう私は母と一緒にずっと練習してきたなっていう感じです。でも小さい頃は必ずルーティーン、今よりも生活のルーティーンがやっぱり組みやすいので、あの最低5時間するっていうのは決めてました。でまあすごく調子が悪くても4時間で、まあ、基本的に、まあ、朝あの、まあ、5時とか4時半とかに起きて、朝電話に2時間ぐらいしてってから、まあ、夕方帰ってきてお稽古行って、もう一回練習して宿題してっていうのがいつもルーティンだったんですけども、でもまあ、ね、学生じゃなくなって、まあそうだね、中学校ぐらいになってからはでもね、本当に糸目をつけなくなるんですよね、いつ頃か。はい、昔は絶対何時間練習しなきゃいけないよっていうものをこなそうと思ってやってたんですけども、でもある時から一人になると、4時間でも10時間でも12時間でもなんか一緒なんですよ。うん、
なんかここのもの何かこれをしたいとかここまでできるまでここの、ね、このイメージをこうしたいっていう風なものをずっとしていくと時間が過ぎてるなって気づいたらあもう8時間経ってた9時間経ってたっていうことはよくあります。今でも4時間はやってますね。すごい少なくともやってます。あ、うん、で私が14歳の時に日本からつまみ出してくれた私の恩師です。あの私が小学校の頃にアメリカのアスペンに行って、はい、でドロシー・ディレン先生に行ったのに着いたんですけども、その時にジュリアードに来たらって言ってくださってもう舞い上がって絶対行きたいって親に懇願したんですけども、でもやっぱり音楽家って今親に感謝してるのはやっぱりある程度小さすぎても留学ってとても難しくて、自分にやっぱり適齢期っていうのがあって、あの時自分が絶対海外に出たいって思って小学校5年生から毎日懇願して日本から出て私海外で勉強したいんだけどって言って、やっと中学2年生の時にブロン先生が私の親を説得してくれたんですよ。一日でもこの子は早い方がいいって、海外に絶対僕のところに来た方がいいって言ってもらって、やっと海外中学2年生でドイツに行けることになって、もうそっから大変なことをするぐらいもう幸せですよね。もうやっと海外行けてね、本当にいろんな今から見たら今の私だったら無理だなと思うようなことも当時はもう苦労とも思わずに、毎日もう寝る時間がもったいないと思うくらい、あのドイツを勉強したり毎日レッスンしてました。ちょっと先生には、はい、毎日レッスンしていただいて治るわけないんですよ前日のことが、うん、そんなすぐ治らない注文をされるわけですよ、はい、それで次の日に治ってないと怒られるわけですよ、はい、でももういたちごっこですよね。もうその精神力ともうドイツに着いて1日目からレッスンしていただいて1週間後にはクラス発表会っていうのがあって、はい、ブロンモンカのクラス発表会って本当にレベルが高いから本当に観客の方もたくさんいらっしゃるんですよ。コンサートと一緒なんですよ、はい、でそこで1週間でグラスドフのコンチェルトって結構難しいコンチェルトがある、それを全部弾けって言われて、だからその相手が求めることへのレスポンスの速さと、それから自分がどうやったらもう練習しないとそこに絶対治らないものなので、はい、だから練習時間っていうものを考えずに練習するのが当たり前っていうことっていうのもやっぱりブロン先生に教えてもらいました。あとまあコンクールみんな結構やってる子が多いので、はい、やっぱり精神力はやっぱりブロンの方が強いですよね。それはすごく思います。結構チャレンジがあるプログラムなんですけど、ガーシュインのラプソディーンブルーとか、あとはまあ、サマータイムとか、まあ、クラシックだけじゃなくて結構こう少しこうジャンルを超えたような、すごいこう私が結構今いろんなことをやってるんですけども、それを江口さんっていうピアニスト、すごいクラシックのピアニストなんですけども、うん、彼と一緒にやるっていうのがすごく自分の中でチャレンジな部分であって、うん、一番の聞きどころはやっぱりラプソディンブルーかなと思います。あ、バイオリンとピアノでもあこんな壮大な、結構オーケストレーション、オーケストラが結構多いんですけど、はい、とか、まあ、ピアノのソロとか、あでもなんかあこんな形のラプソディインブルーってこれも面白いなって思うような、なんかこう私独自のものも入れますし、そういう意味ですごくいい、ある意味こう遊びがすごい効くんですよね。そういうのがすごい一番聞きどころかなと思います。だから私がこうバックに回ったりとか、なんかあの江口さんがずっとソロを弾いたりとかっていう、それが結構編曲が面白いので、そこも聴きどころかなと思います。2枚目の CD から一緒にやってくださっていて、私が中学校の頃から一緒に弾いてくださってます。もともとは私小さい頃江口さんがギリシャハムっていう私の憧れのバイオリニストと一緒にコンサートをされていて、で私大好きなので CD を買ってタワーレコードに行って握手会に行ったっていうのが一番本当は出会いなんですよ。でまさか私がねちゃんと毎日さんになって舞台で江口さんと一緒にできるっていうのが、うん、まあ、中学校の時初めて実現して、はい、その頃は江口先生ってずっと呼んでて、はい、だから今でも20年経っても江口先生です今。あ、そう
ちょっと江口さんとかちょっと緩やかになってますけど、はい、でもやっぱりそういうの残りますよね、いつお会いした時の、うん、そうです。だからガーシュウィンの CD とかも出されていて、うん、はい、すごくガーシュウィンがすごい造形が深くてすごい得意なので、私もぜひ一緒に弾きたいなと思って、そこはいっぱい、ね、学べることもいっぱいあるだろうなと思ってます、はい、割とピアニストとか一緒に弾いてくださる人ありきで結構プログラムは考えることが多いです。でも月の光皆さんがよく知ってる曲だし、だから結構自分的にはすごい面白いプログラムかなと思っていて、すごい弾くのが楽しみなんですよこれ、はい、うん、スペイン舞曲は CD にも入ってます。あ、やたら弾いてます。あの何かしら弾いてます。っていうか、スペイン舞曲は私のコンサートによく来てくださる方とかは、よく言われるのが、スペイン舞曲とチャウダッシュを弾かなかったらなんで弾かなかったのって言われるんですよ。ほんとやめて。ほんとに。弾かない時もある。そう。なので、プログラムに入ってなかったら、絶対に、インスタのコメントとか、うん、DM とか、うん、ツイッターとかで、うん、今日はスペイン舞曲チャーダッシュがなくて悲しかったです、寂しかったです、聞きたかったですっていうコメントが一つでも来たら心苦しいから、はい、よし弾こうと思って弾くことが多いですけども、今回も弾きます。でもまあスペイン舞曲は私自身もすごく、はい、私ももちろん好きです。スペイン舞曲はやっぱり CD も入れてますし、はい、2019年だったのかな、一番入れたのいつだったかな、あの CD の時からだいぶも変わってますし、はい、やっぱり同じ曲を弾き続けることってすごい大切だなって思うんですよね、うん、やっぱり新しいことすごいやってますけれども、それと同時に並行して、はい、並行してずっと今まで掘り続けてきたものをずっとこれを進めるっていう、その2本立てでやるのってすごい自分でも面白くて、その中の1曲としていくつかレパートリーがあるんですけど、まあ、スペイン舞曲もそうですし、たかが商品と思われるかもしれないんですけども、全然違うんですよね。やっぱり同じあれ4分ぐらいなんですけど、たかがソナタですごい構築性が高くて、すごくこうね、こう理解がこの解釈なのかっていうものじゃなくても、やっぱり商品だからこそすっごくその時の、例えば本番コンサートする時っていろんな精神状態があるから、その時にどこのハンドルをどう握ってどうやって運転するかっていうのって、やっぱり今までもう何百回も一緒に弾いてくださってる人だったら、あ、そっちなんだっていうふうな自分でも発見があるし、そういう面白さってあるので、まあそういう意味ではスペイン舞曲はその観客の方も楽しんでいただける、そのそういうところが伝わるのかもしれないです、もしかしたら、はい、うん、思考回路のオンとオフはありますけど、基本的にずっと野生的なんです。お分かりのようなので結構、まあ、音楽に対してもすごくナチュラルかもしれないです。それがもしかしたら野生的なのかもしれないですし、私みたいな性格じゃなかったら野生的じゃないのかもしれないですし、コンサート以上怖いものも興奮するエキサイティングな部分もないし、そういう意味では本当に舞台の方が一番なんていうのかな、自分らしいところなのかもしれないです。やっぱりいろんなことを知るって、私、まあバラエティとか、はい、バラエティじゃない番組とかもいろいろやらせていただいたりもするんですけども、はい、やっぱりいろんなことをいろんな世界を知るってすっごく自分で面白くて、すごく必要で、で自分がだからこそクラシックの自分のいる世界の足りない部分とか、はい、それとか自分がやってきたことの素晴らしさとか、その素晴らしさとクラシックの世界の素晴らしさとか、クラシック音楽の魅力とか、やっぱり外から見ることってすごく大切で、今までこの一本道でずっとこう集中してやってきた人生だったんですけども、そういう意味でいろんな違うメディアとかいろんな方と出会って、いろんな職種の人と出会ってっていうふうなことで、やっぱり自分の降ってくるアイデアとか、はい、音楽的な自分の見える景色とか、うん、本当にガラッと変わったっていうところはすごく大きいですよね、うん、だからこそ今松永隆君とかとジャズやってみたいと思ったりとか、うん、一緒に勉強しようと思ったりとか、やっぱり人生一度きりなので、うん、365日違う顔でいたいなって思う人生であります。はい、ね、バラエティしゃべくり07っていうのがあって、はい、あれでの新春スペシャルでお正月にゲストで
ゲスト枠で高嶋ちさ子さんのゲスト枠で今年気になる人って言って本当に短い尺で呼んでいただいたんですよ、うん、それが1月、はい、それでその数分だったのに1ヶ月後にメインゲストでしゃべくり呼んでいただいて、そこからバラエティーとかメディアの露出がガーって始まったっていう感じですね、うん、だから自分でも始まった当初は何が何だか分かんなくて、自分何やってるかもよく分かってないし、なんか普通に普通だと思って話してることがおかしいってみんな笑うから、まあ、これと同じですよずっと自分でいいのになんかみんなニコニコしてるなみたいな、はい、なんだろうって言うんで数年2年間生きてきましたが、それからまあ3年4年目ぐらいになって、あの、まあ、音楽的要素をやっぱり増やしてるっていうところかな。今やっぱジャズとか、まあ、コンサートの中の内容とか、はい、でメディアの仕事もしつつ、うん、雑誌とかもやったりとか、はい、いろんなことを今やれてるなと思います。聞きに来てくださる方の、はい、お客様の層もちょっと変わった気もします。なんか皆さん私に手を振ってくださるんですよ、コンサートで。で私振り返しますけど、はい、振り返すと笑われるんですよ。どういうこと？こうして拍手してるんだけども、はい、拍手してるのにこっちがこうしてお辞儀してるとはーってやってくださって、でも私思うんですけども、はい、やっぱりクラシックのコンサートってずっと座ってじーっと聴いてなきゃいけません、咳払い一つしたら人から睨まれますみたいな感じのイメージがあるじゃないですか、はい、でも私もっとそういう風なものとか何着てっていいですかとか聞かれるんですけども、そういうものってあんまり関係なくて、はい、例えば私のこの、ね、性格とかキャラクターがもしその一つのきっかけとなって、あ、こういうふうなコンサートのあり方とかこういう聴き方とかアーティストと関わり方とかっていう新しいこう、ね、クラシックファンの、別にクラシックを広げたいから無理してやってるわけじゃないんですけども、私自身その方が自分自身もすごく、うん、コンサートとして楽しいんですよね、はい、だから手を振っていただくと振り返すっていうのも、うん、で笑われるっていうのがすごく自分で嬉しいんですよ、はい、で笑われてなんで笑うねんって心の中で突っ込むまでがもう楽しい。で、あ、手振ってくださったら、あ、私と会えて嬉しいと思ってくれたんだとか、うん、あ、聞いてよかったなと思ってくれだって、はい、あ、もう帰りたいよっていう場合じゃないと思うあれあれそりゃそうです。そうだ、どうしよう逆に今ちょっと私もしかして勘違いしてたと思って今気づいた、取材中にあれ、みんな帰ってっていうこと、いえ、バイバイってそんなわけないじゃないですか。あーってやってくれてるのってやっぱり、うん、あのクラシックのコンサートよくあるんですけども、感情あらわにしちゃいけないんじゃないかっていうのが結構あるんですよ、うん、でちょっとマニアな人がブラボーズ叫ぶのがせいぜい、はい、でもよかったらはぁってなったりとか、うん、楽章感は静かにしましょうとか、まあ、そういうのは、まあ、音楽の流れってありますけれども、それで、まあね、その時の空気のテンションを壊さないとかっていうのはあるんだけど、もっと自由な感じ形で聴けるコンサートだったら、もっと皆さんが聴きやすくて足を運びやすいコンサートになるんじゃないかなっていう風なのがあって、まあそれでバラエティはそれの一つの一歩となったかな。初めてコンサート行ってすごい感動しましたとか、すっごいたくさんコメントいただくようになって、やっぱりそれが私がテレビの露出とかをがするようになってから始まったことで、やっぱそこはそのお客様とのコミュニケーションが増えたっていうのがあります、はい、そういうふとした瞬間で心がなんかこう緩むとか温まる瞬間ってあって、はい、そういうのがやっぱり、うん、ライブとかコンサートとかの醍醐味だと思うんですよね、うん、だからそういうところで皆さんが、あ、行ってよかったなとか、はい、その空間が、この空間がすごく自分で感動したっていうふうに思ってくださったら私も嬉しいなと思う、はい、でも私結構話すの好きなので、はい、うんうん、まあでもすごい楽しみ。トークショーってあまりしないんですよね。 MC は結構あのコンサート中時々したりもするんですけども、はい、でもトークショーで結構自分の素だったりとか、はい、そういうのがコンサートと一緒になってるのって結構珍しいので、はい、別々の露出はあるんですよ。バラエティとか、まあね、SNS とかのプライベートと、はい、オンの岸間は舞台でしか見れないっていう感じで ずっとこう分かれてきたものが、はい、今回このコンサートとかではこう、うん、全く多分ね全然違うと思うんですね。自分でもテンションも違いますし、はい、だからそれが、ね、一度にこう皆さんが
こう楽しんでいただけるって言ったら、うん、多分皆さん私のファンになっちゃうと思う。絶対さ、今のちょっと間違えた。間違えました。でもあのやっぱり人となりとか、はい、その人たちのそのアーティスト自身 の、うん、その音楽の話はもういくらでも今のインタビューとかでもやっぱりあるんですよ、はい、例えばプログラムのじゃあベートーベンに対してはこうで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 こうなんですっていうのは、まあ、書物を読めば分かるのね、あのというところでやっぱり人としてのこう、はい、皆さんがこうやって、うん、聞きたいことを、まあ、お話しできたらいいかなと思います。あ、政治関係以外は発言します。政治関係以外あの私結構自分の中で決まりがあって、はい、私コンサートに来てくださる方がコンサートから帰る時の道中で、はい、SNS 多分開けると思うんですよ、でその電車の中だったり車の中でパッと見た時に私の SNS が上がってたいっていうところがあって、だから結構楽屋から出たら、はい、もう結構すぐにアップするんですよ。ホールの写真と今日こんなコンサートでありがとうございましたっていうのを必ず入れるようにしていて、それで来てくださった方がそこにたくさんコメントくださるんですね、はい、でそこで必ずコメント返しをするようにしてます。うん、そこまではコンサート私今一貫それで終わりっていうふうにしてるのかな。うん、やっぱり、うん、来てくださるって私自身も思いますけど、やっぱり限られた時間の中で誰かのコンサートに、ね、時間を使ってお金も使って大切な、ね、そのね、いろんなことをよりもそのコンサートに来てくださるっていう方のことを考えると、やっぱりこれ経営音ではなくて本当に嬉しいことだなと思うんですよ。それでもしその方たちが私の SNS とかをフォロワーさんも多いのでコメントをしてくださったら、その人たち必ず返そうっていうのはやっぱり一番今多いのかな。必ずルーティンにしてます。ルーティンとかしたいなという気持ちになるんですよね、やっぱり。あの指原さんのファンでオタクなんですよ。だから私がしてもらって嬉しいことはやっぱり したいなと思ってて、私は全然指原さんみたいなあんな人はないけれども、でも私が好きだなとか良かったなとかって思う人から一言でもやっぱりリプが来ると本当に一日中もうハイテンションなんですよ。それでいいね、もう一つボタンを押してくれただけでもう一週間元気になるぐらいパワーをもらえるっていう、そういう気持ちがあるので、だから結構必ずいいねしたりとか、結構コミュニケーションは大切にしてます。それこそ名古屋の胸強コレクションから。でもね、やっぱり、楽器2年3年目ぐらいからですね、やっと今だんだん分かってきたっていう感じです。だんだんやっぱり時間がかかりますよね、やっぱりストラディバリウスとかいい楽器になると春夏秋冬とやっぱりもう湿度とか温度とかで毎日危険変わりますし、私今まで人生で私以上に気分屋見たことないんですけど、あのこの楽器私以上に気分屋なんですなので、あのこの楽器をあの3年かけて向き合ってあのだんだん分かってきたよっていうのは、私は気分屋じゃないなって思ってます何言ってんの何言ってんのそうなんです、はい、まあ、私自身も3年前には、まあ3年前どころじゃない、5年前のさっき言ってくださったバラエティに出てたっていう自分をその前その日まで想像してなかったし、でも常に私結構自分のやりたいことって結構常にずっとあって、それを無理なくとても自由にとても自然にやってきてるんですね。で私今やっぱり、まあ、ジャンルを問わずに、でも他のこともできるのにクラシックもぶれないっていうのって結構大変で、でも自分の中ですごく自分の生きがいでもあるんですよね。やっぱり自分が新しくいろいろやっていくことって自分でしかできないことって自分で生み出さないと生まれないっていうのがあって、そういう中で、ジャズとか、まあ、ポップスもそうですし、で今回のコンサートもクラシックのコンサートなんですけども、でクラシックのプレイヤーなんだけれども、はい、だけどガーシュリーのラプソディンブルーも聴けるし、で、まあ、トークも聴けるしっていう、本当にいろんなものの新しいジャンル分けをしない
新しいこうエンターテインメントとは言わないんだけども、新しいコンサートの形っていうものが、表現の形ができればいいなと思ってます。結構マルチでいろんなことすると馬鹿にされるんですよ、人から。馬鹿にされます、結構。結構色眼鏡になりたいと結構ありますけども、はい、でも5年以内にその人たちもうなるようなアーティストになりたいなと思ってます。それでやっぱりいろんなことを形にしていくのってすごく時間もかかりますし、そういう意味で、まあ、自分の作るものとか自分の表現の形っていうものを突き詰められる、その雑音気にせず突き詰められるアーティストになりたいなと思います。だからまあ何でもそうですけど、テレビからとかラジオからとか聞こえてきた音が、あ、岸間だってすぐに分かるような、まあ、そういうアーティストになりたいなと思ってます。